はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は努力不対称という話をね、していこうと思います。どうでしょう？皆さん、普段日常生活を送る中で、どうしても忙しい毎日を送ってるとね、寝ても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 疲れが取れないっていう瞬間、ないでしょうか。ね、それっていうのは実は慢性疲労のが原因なんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。メンタルが弱すぎることっていうのがまず一つ考えられるわけなんですよ。せっかくね、例えば7時間とか8時間っていう睡眠時間を十分に確保してゆっくり休んだとしても、疲れが残ったままだったりとか眠気に襲われてしまうっていうようなことを今回のタイトルである努力不対称っていうふうに言うんですね。で、この症状が起きる原因としては、果たして心理的な問題から来るものなのか、体力の問題から来るものなのかっていうのは、明確な理由っていうのは未だ見つかってないんですね。で、これに関するまとめたレポートっていうのがありまして、某研究所っていうものが、慢性疲労は身体的な疾患であるということを結論付けてます。だから、心の問題、例えば人間関係が苦しいとか、何かこうやってることが自分のその性格とかに合わないっていうようなことでメンタル病んでしまうっていうものとは直接関係ないというふうに言ってるわけなんですね。で、これはアメリカの話なんですが、アメリカでは250万人もの人数の慢性疲労患者っていうのがいるわけなんですよ。で、慢性疲労が起こる原因に対しては、メンタルが原因だと考えたり、仮病だと判断したり、怠け者だっていうふうに考えるっていうのは問題で、絶対やっちゃいけないっていうことなんですよ。慢性疲労っていうのは身体的な病気であって、心の問題として扱ってはいけませんよっていうことを、その研究所の方では話をしています。で、具体的な判断基準に関してはこんな感じなんですね。対人関係とか仕事とか学業に差し支えが出るレベルの疲労感が半年以上にわたって続いてしまっていると。例えば、あの人と会うの嫌だなとか、それから仕事に行きたくないなとか、勉強したくないなっていう風にどうしてもマイナスに思う傾向っていうのがずっと半年以上続いているかどうかっていうのがまず一つ基準になってくるということですね。軽いものじゃなくて、それを思うだけですごいこうなんか疲れを感じたりとか、なんか動悸が激しくなってしまったりとか、そういうレベルですね。はい。それから少しでも体を動かしたり精神的に辛いことがあったり、感情的な動きがあると疲れを感じてしまう場合、それから長時間寝たにもかかわらず朝起きた瞬間なんかリフレッシュして、よっしゃ朝から今日も頑張るぞっていう気分に慣れてないっていうところですね。だから定期的に物忘れがある、約束の時間を忘れてしまったりとか、普段決まった場所に置いてあるはずの鍵やリモコンの置き場所を間違えて、あれ鍵どこ行ったっけ、あれリモコンどこ置いたっけってなっていると、そんな感じですね。それから最後、立った状態の作業に異常に弱くて、横になるまで疲れが回復しないというところですね。こういった判断基準に自分が当てはまっていれば、ちょっと努力不対称に陥っているかもしれないということで、ぜひ注意というところですね。で、疲れやすさのキーワードは努力っていうことなんですよ。え、努力したら疲れちゃうのってことなんです。そうなんです。少しの努力をしただけでも体に大きな負担を感じるとか、あるいはほんの少しの努力っていうのが体に過敏な反応を与えてしまっているケースっていうのがあるわけなんですね。ここに努力不対称の怖さっていうのがあるんですよ。人間って多少の頑張るっていう心とか行動とかってあったりしたりとかすると思うんですよね。ところがそれをちょっとでも、例えば朝5分人よりも早く出社をするとかですね、1問だけ多く問題を頑張って解くとかっていう、その程度の努力をしただけでも、もう疲れを感じてしまって自分には合わないとか、やっちゃいけないっていうような状態に陥ってしまうケースがあると。で、原因として挙げられているのは5つですね。有害金属が体に溜まったからで、有害金属って一体何かっていうと、水銀とかヒ素とか鉛とかカドミウムとかスズといったものですね。これを直接摂取することはないんですけど、何かしらの食事なんかを取っているのか中で、ちょっとずつちょっとずつ蓄積されていくとやばいと。で、これはミネラルの働きを妨害してしまって慢性疲労を引き起こすということが分かっています。それからホルモンバランスが崩れてしまったから、そして食物アレルギーがあるから、それからヒスタミン不対症のせいで、ヒスタミン不対症のせいっていうのは魚とか加工食品を摂取することで起こるということですね。食中毒を起こす原因になっているというふうに言われています。それからテストステロンの減少、シンプルに筋トレをやってないとかタンパク質を取ってないっていうところが問題になってくるというところですね。なので、今みたいな5つ挙げた上記原因に心当たりがあるのであれば、生活改善をしていくっていうことがお勧めされます。努力不対症っていうのは体が発する警告になりますので、きちんとした治療を病院で受けてもらうか、食事などの生活っていうのを見直すことっていうのをお勧めします。あとはやっぱり瞑想したりとか、森の中を散歩してみたりとか、
筋トレをしてみるっていう風に、まあ、体を動かすとかね、食生活改善の部分とかから、まあ、見直せるところをやってもらえたら、慢性疲労っていうのが少しずつ改善していくと思いますので、ぜひそのあたり努力してみていただけたらと思います。まあ、努力って言ってダメなのか、食生活ね、見直して美味しいものと、かつ栄養素の高いものを食べる。そして、頑張らない程度に自分のできる範囲でスクワット1回とかね、お散歩2分とかね、そういうのやってみたらいいと思いますんで、そういうレベルからぜひやってみてください。ということで、本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。